麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かに、ワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。あ、俺の帽子がねえ。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわーっ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島は一体、昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだろ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、キョロとブロックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブルック、
ナミ、ゾロ、ブルック、俺の帽子。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜ、ルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。サンジ、いたか、ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよ、ナミさん。すぐに助けに行くからな。たちいたか。いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ。ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか。ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよ、ルフィ。しょうがねえ、俺もついて行ってやる。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ。みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待て、ルフィ。おい、この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。
雷雲のない空から落雷。考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかに波の匂いがするぞ。本当か、チョッパ。波の匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。ルフィ、助けよう。よし、行くぞ。なんだ、こいつらあのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。どうすっかな。くらえ。任せな、俺が仕留めてやる。ウソップの一撃、覚悟しろ。ど真ん中だ。
大暴れしてやるぜ。夢叶わず生きながらえるより世界。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガトリング。メシら、海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパー、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。次はドイツだ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカー。ヒッピヒヤヒヤヒヤヒてかかってこい。ゴムゴムのガトリング。ヒッピーヤー。うちのクルーに何してくれてんだ。まだまだ。
これで元気になるぞ。動けねえ。ゴムゴムのガトリング。俺が今までどれほどのピンチをくぐり抜けてきたと思ってんだ。あれぐらい余裕だぜ。ウソップ、無事でよかったな。危ねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしで全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ、行くぞ。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。いやあ、私を食べても美味しくないわよ。ナミがいたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。相手になってやる。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。お前たちの相手は俺だ。ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。任せろ。ゴムゴムのウソップの一撃、覚悟しろ。必殺カエルボス。存分にやらせてもらうわ。ドスフルール。グラップ。私の出番かしら。トレインタフルール。フリップ。覚悟しろよ。
その力があれば大やった。いい調子だ。必要な力な。俺強くな力だ。一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよクソマリモ。喧嘩しとる場合か。そこりゃ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。ドスフルール。グロップ舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーボルト、出た！ぶっ飛ばしてやる！ギアセカンド！ゴムゴムのジェットウィン！まずいわね。こいつ強いわ。サンダーボルト、エコー！おいお前、おろしちまうぞ。パーティーテーブル、キックコース！ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのジェットピスター。ドスフルール。グロップ。粋なことするじゃねえか。か
カンカス。ありがとう。助かったわ。ナミさん、無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。俺がキャプテンウソップだ。サイボーグ。ナミさん、無事でよかった。迎えに来たよ。ああ、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよ、ルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。うし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待って、ルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバースター。いっけ、うんけ。立て直すわよ。危ない、ジャンボーさん。
あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだ、ルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当か、ナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。